皆さんこんにちは、アミーゴ TV の鈴木亜美です。今日はアミーゴクッキングしていきたいと思います。今日はですね、牛を使った煮込みなんですけども、これもちょっと四川風ですかね。これを激辛にしていきたいと思います。一緒に作っていきましょう。アミーゴ TV、今日はね、この麻婆豆腐の素を使って簡単にできるちょっと美味しいね、牛肉炒めなので、これはちょっとね、皆さんもぜひね、作ってみてください。簡単、もう時短だしね、いろんな調味料をね、買わなくて済むので、こういうものをどんどん使って、こう、まるで自分が全て作りましたかで売り出せば、ね、いいんですよ。全部最初とか最後までやったよみたいな、ゴミ袋にもバレないように捨てなきゃいけない。牛にね、ちょっと塩コショウして、あと酒を溶けるっていうかね、熱ですね。もうね、これを丁寧にやってる人私尊敬するよ。牛だからすぐ火が通っちゃうからね。あちゃこちゃあちゃこちゃ触らない。せっかく熱があるフライパンにこうまたね、熱が逃げちゃうから。そう、ひき肉もそうなんだよ。みんなさ、うわしゃーって頑張って細かくするでしょ。はい、それしなくていいんだよ。パッと置いたらほっといて、でちょっと焦げ目がついたらひっくり返して、で最後の最後にわしゃーってやる。それがね、おいしい秘訣。ハンバーグみたいですね。結構赤いとこありますよ。まだまだ全然大丈夫。生姜、はい、あんまりね、食べられないから、一人だから。あ、食べてもいいけどね。あ、いや、遠慮しておきます。すみません。こうやってね、だんだんね、食べてくれる人がいなくなるね。旦那さんにも辛いの食べてます。私が隣で辛いの食べてても見えない雰囲気をしてるからね。ここで、はい、なるほど。これはもうね、旨味が全部詰まってるから。気はいいですね。やっとここ慣れてきた。食欲をかきたてる赤ね。ここでこれを肉汁ごと全部ね、こうなって旨味が詰まったね、香り付けに肉の油を仕掛けたら、はい、出来上がり。好きなんですね、パクチー大好きなの。もうネギ代わりパクチー。そう、結構ね、この茎がね、残るんですよ。はい、できました。簡単でしょ。アミーゴ TV、 できました。それではいただきます。じゃあまずは普通に通常バージョンをいただきます。あー、高い。ないですね。パクチーがめちゃめちゃいい仕事してます。なんかちょっとエスニック風にもなる。辛さはね、もうマイナスぐらいかな。まだ今のところ。マイナスってあるんですか。マイナスだね、これね。イゴボックスですね。ボックスです。大きい、ガチャガチャ倒れてる。なんか七味とかでも味が変わるかな。ちょっと見たことないでしょ、普通に。ちょっといつもと違うなと思うでしょ。何が違うってね、トリュフが入ってびっくり。高級ですね。
いいんですか、高級なトリュフを唐辛子に混ぜちゃって。完全に負けてるね。ちょっとこれ使ってみるね。トリュフさんがいるかどうか。何が合うかな。これ見たことあるよね。いや、ないです。え、ない嘘嘘。これもこれ結構もうちゃんと並んでるよ。この旨味が強いから負けないように頑張って。パクチーも強いから結構かけましたよ。負けないようにする。またね、一口がでかいんだこれ。もう味さん、結構頑張ってる。このなんかちょっと尖った感じがいいな。何からミーゴぐらいですか。3.5。1からミーゴがタバスコだとしたら、いやじゃあもうちょっと低いかな。うん、でもタバスコの 2,3 倍はあるかな。結構尖った辛みがあって、結構旨味とか甘みがある料理にはバシッと決めてくれます。男の人がスーツ着たような感じ、ね、普段ジャージしか着てないのがちょっとスーツ着ちゃってよ今日みたいな感じの全然つまんない。本当？ビール。これはね、やっぱね、ビールだな。私はやっぱりどうしてもビールが合う料理を作ってしまう。なるほど、来たぞ。あー、いいね、この音だね。これね、お疲れ様でした。アミーゴうちわですか。あ、気づいた。いや、気づきますよ。気づいた。そんなの、ほら、可愛いでしょ。ほら、可愛いでしょ。おお。スタッフさんが作ってくれたの、優しいでしょ。似合いますね。やっぱここはね、ですです。はい、こんにちは。今日もこんにちは。ありがとうございます。です。どんな感じかな。うん、落ち着くね。うん、お家みたいなね。さっきのがスーツだとしたら、ベストソースは何ですか。辛さはどれぐらいですか。もうこのディスはね、ゼロだね。え？なんかおかしいぞ。タバスコは1？ゼロになっちゃった。ね、慣れすぎて戻っちゃうっていうさ。普通になっちゃって、ケチャップみたいな感じ。これを伝えるにはさ、食べるしかないじゃん。マネージャー君がもうね、気合は入ってると思いますよ。マネージャー君もスーツとパジャマどっちがいい。最初普通に一回普通がいいか。おいしい。見た目ほどきつくないです。強くなってきました。つけてほしいですね。ごちそうさまでした。あれ、今日はスーツに着てみようかね。スーツね、ね、つもり上げみたいな格好してるからね。風味がちょっと強めかな。あ、ああ、よりなんかデスっぽい。あ、ごめんよ。あれ、なんかサイズが違う。あれ、見て。これぐらいだと
何日ぐらい持つんですか。これあともう1回分じゃない？これもうなくなっちゃうよ。ええー。うん。こっちになっちゃうともう2回で終わるよね。ちょっとサルサです。もうない。ゼロコラミもはやゼロ。牛肉の食べてるだけっていう感じになっちゃった。私の体がパワーアップしている。そんなの悲しい。あ、見てもちょうどぴったり。アフターデスソース。アフター。ちょっとこれとろみが違うよ。うん。うん。あ、これはジョロキアが入ってるのか。ちょっと独特なブランド唐辛子の香りがしますね。ビールの喉に効くぜ。うん、最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。今日はちょっといろいろ結局積み重なってですが3本と、今日頑張ってくれたトリュフ風味の七味と、あとこの日本一辛い黄金一味、あといろいろミックスして入れていきましたけど、回り回ってゼロカラミーゴになっちゃった。そのぐらいちょっと今日の牛煮込み美味しかったので、ぜひこれ一味とか入れずに皆さんは作ってみてください。それではよろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ということでまた見てね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。また見てね。